ニューヨーク植物園はアメリカ合衆国のニューヨーク市ブロンクス区のブロンクス公園内に所在する植物園。世界でも先端的な植物学研究所を持っている。総面積は250エーカー。年間を通して大規模な展示会やフラワーフェスティバルが開かれ年間80万人が訪れている。ニューヨーク植物園は植物の世界の代弁者となることを目指している。 植物園は、その使命を、アメリカ国民にとっての歴史的なランドマークを横断して広がる庭園や景観の中に収集された生きた植物たちの博物館としての役割、また、園芸作物や植物学についてのわかりやすい教育プログラムや、世界的なレベルの植物学研究所の研究プログラムを通して果たそうとしている。1891年に設立された。 植物園一帯の土地はタバコ会社の所有者、ピエール・ロリラードらの、ロリラード家の所有地であったのを、ニューヨーク市が動物園、植物園の設立のために買収した。ロリラードの屋敷のあった場所は、セント・ジョン・カレッジのキャンパスの東端部分となった。植物園設立の資金は、鳥居植物クラブとコロンビア大学の植物学者、ナサニエル・ロード・ブリトンとその妻らが行った。 募金活動で集められた。植物園は1967年に国定歴史建造物に指定された。中央入場口ブロンクス川の途中の滝植物園はニューヨーク、ブロンクス区の南ブールバード2900にあり、50もの庭園と植物の収集がある。見学者は涼しげな滝や湿地帯、あるいはニューヨークの元々の一度も伐採されたことのない。 原生林、オーク、アメリカブナの木、チェリー、カバの木、アメリカトネリコの木々が生い茂り、一部は2世紀以上の歴史を持っているものを眺めて、時を過ごすこともできる。バラ園庭園の一番の呼び物は、1890年代のヴィンテージものの鉄の枠組みによる水晶具風の温室で、これはロードバーナムの製作になるもので、今はハウプとコンザーバトリーが管理している。 ペギー・ロック・フェラー・バラ園は、1916年にもともとは、ベアトリス・フェランドによって作られたもの。石の庭園は37エーカーあり、コニファーの収集がある、広報センターを含む拡張研究部門や55万冊を、要する、図書館、そして3世紀以上も遡る700万以上の植物の種子を集めた植物標本室など見るべきものは多い。植物園の中心には、 50エーカーほどの古い巨木の森があり、その中でも最大のものは17世紀に最初のヨーロッパからの植民者たちが到来する以前にニューヨークの地を覆っていた原生林の生き残りである。森そのものはブロンクス川によって左右に分けられ、渓谷や急流が作られている。その川西沿いに1840年に建てられたロリラードスナフ水車という名で知られるランドマーク。 ストーンミルがある。ありがとうございます。